皆さん、おはようございます。ユージェです。今日もクリームチーズトーストみんなと一緒に食べたいと思います。みんな起きたかな？ご飯の用意はできたかな？僕はもう用意できてます。今日新しいメニュー、これすごいような気がする。楽しみ。リフミパウダークリームチーズトースト。リフミっていうのはハワイで売ってる乾燥梅干しなんです。甘酸っぱいやつ。それをパウダーにしたのがリフミパウダー。それを入れて、リフミとパイナップルはすごい相性いいので、パイナップルをいっぱい入れましたので、今日山盛りです。パイナップルいっぱい入ってます。それでは行ってみようかな。行ってみよう。すごいよ。いただきまーす。リフミパウダーは結構甘酸っぱい酸っぱさがあるんだけど、蜂蜜もちょっと入れたのでバッチリ。うまい。リフミうまい。ああうまい。これヒットかもしれないよ。リフミみんな食べたことあるかな。リフミ好きな人いる？独特の甘酸っぱさがある。梅の風味が入ってるからね。うまい。合う。クリームチーズに。うまい。アイスコーヒーです。今日はね、ちょっと雨降ってるんです。小雨。曇りです。雲が一面に、雲に空が覆われています。ここのところ動画編集とか頑張ってたから、今日、ゆっくりしてもいいかな。結構僕、失業中だけど、YouTube、未熟な動画かもしれないけど、1日に2本今作ってるからね。結構それで1日終わっちゃうから、頑張ってるんです、僕ね。なので、一日のんびりしてもいいかな。残り半分いきます。美味しいです、これみんな。ちょっとやってみて。リフミパウダー、日本では手に入らないかもしれないけど、みんな、ハワイに来た時、安いものなの。3ドルぐらいで買えるから、物は試しに買ってみて、ちょっと、やってみて。いいネタになると思います。リフミパウダー。ハワイの人みんな好きだから、これ。おいしいかい？おいしいかい？いきまーす。
あー、うまっ。あれ？早く食わない？最後の最後の一口です。終わりです。すごいアイディアだと思うんだけど、どう？これ誰もやったことないかもしんない。これ点数ポイントすごいポイントだかもしんない。9.6 かな。 9.6。 いや、ちょっと待てよ。 9.パイナップルも、シナモンパイナップルもあれ美味しいからな。やっぱ 9.6、 同じようにしよう。 9.6 です。9.6 です。 9.6 のポイント1はオリジナリティだと思います。これクリーム超絶トーストに混ぜるってなんて、もう多分誰もやったことないような気がしますので、オリジナリティにポイント1上げまして、 9.5 だけど 9.6 にします。これ今単独第1位のハワイアンクリームチーズトーストに並ぶ美味しさになりました。美味しいです。みんなやってください。リヒムイパウダークリームチーズトースト、美味しかったです。ああ、最近僕はね、バーベキュー、スモークのバーベキューのやり方をちょっと学ぼうと思ってね、結構頑張ってんだけど、いろんなものスモークして、一番何が美味しかったかって、昨日トライしたチーズ、めっちゃうまかった。こういうね、ひし形のあの 6P チーズってあるでしょ？あれと同じようなやつ、田村マーケットで見つけたので、それ燻製にしたの。めっちゃうまい。みんな食わしてやりたい。チーズ、あのチーズ燻製にするとね、中、食べるでしょ。中身濃厚でね、ほんのちょっと食べるだけでも口にボワー広がるの。チーズの香りが濃厚になる。濃厚っていうのが言葉がぴったりかな。なのでね、ちょっとまた買いに行って、僕の友達リックに届けてあげたいな。彼食通だから絶対びっくりすると思う。ちょっとやってみたいな。後でちょっと田村マーケットに買いに行こうかな。外します。昨日の夜ね、サンセットの時間にパドルした動画をあげました。コメントありがとうございます。ああいう時があるからね。だからね、海の近くに住むのっていいよね。それが夢だったの、僕、海の近くに住むっていうね。サンセットだってさ、ああやってちょくちょく通ってったらあんなことが起きるんだよ。お金で買えないからね、あれね。いや、本当幸せだと思ってます。もう感謝感謝、大自然にも感謝だし、僕のこのラッキーさ、本当タイミングがどこでどうなって、どうなってこうなったかわからないけども、でもタイミングでこういうとこに住めるようになって、いや本当ラッキーだよね。運がいいんだと思う。感謝です。感謝しかない。でも僕があんなことやってるでしょ、奥さん大変、もう分かってくれてるんだけどね。でも大変だと思ってるから、僕はいつも感謝して、悪いけどやらせてくれって、これが自分やりたいことなんだとか言って、いつも言って、ね、人のことも考えないといけないからさ、自分のことだけじゃなくて人のことも考えないといけないので、毎日のようにね、のディナーの時間を抜け出すっていうことは、できないし、あんまりやろうとも思わないんだけど、たまにね、行けるときは行かせてもらって、でね、理解してくれてるんです。本当も感謝。奥さんには本当感謝ですね。さあ、今日もみんな、一日が始まるよ。一生懸命楽しみたいね、みんな。リヒムイクリームチーズトースト、美味しかったです。また機会があったらやります。パウダーも買ってあるので、いつでもできるし、パウダーがあったらね、役に立ちます。
昨日ポテトチップにかけて食べたらそれは美味しかったね。ポテトチップの袋開けるでしょ、パウダー中に入れて振るだけ、甘酸っぱくなって普通のポテトチップが美味しくなります。それもやってみてください。他の動画でもねそれやったんだけど、見てもらえたら嬉しいな。それではみんな、いってらっしゃい。楽しもうね。青い方。